プラフター一緒に採取に行こうよソフィー以前も言ったように私は戦力にはなりませんよううん、うん、そうじゃなくていい素材と悪い素材の見分け方とかを教えてほしいんだなるほど分かりましたそういうことであれば同行しましょうやったーそれじゃあ早速出かけ そういえば、こうして二人で外に出るのって初めてじゃないそういえばそうですね。なかなか新鮮な気分です。私たプラフタと一緒に歩けて楽しいよんいや、飛んでるから歩いてないかねえねえ、お姉さん。一つ聞いてもいいかな えあっ私うんお姉さんに質問そのお空を飛んでいる方は何ええ、ええー、っとどどうしよう見せ物とかにされちゃっても困るしあんまり人に知られない方がいいよねええー、っとね 私たし、錬金術師なんだ。この本もね、私が作ったの。本が空を飛んだら、面白いかなって。ほ、ほら、なんだか、ヘンテコで楽しいでしょ。錬金術師。へえ。お姉さんって錬金術師だったんだ。それはなんとも奇遇だね。え奇遇ってどういうこと 実は僕たち錬ん術について調べてるんだよえー、そうなのこんなに小さいのにすごいね調べてはいても才能がなくて何もできないんだけどまあまあできないことを調べるっていうのもなかなか楽しいものだよ というわけで錬金術師のお姉さん名前を聞いてもいいかなうんあたしはソフィーだよ君たちは僕はメクレット私はアトミナ さっきも言ったけど僕たち錬金術を調べてるんだソフィーに錬金術について聞きに行くことがあるかもねその時はよろしくねソフィーあうんいつでも聞きに来てねじゃあそろそろ帰ろっかアトミそうねまたねソフィー 何なんだろうあの二人すごく不思議な感じがしたなまあいいやお待たせプラフターさあ採取に行こうよ帰りますえっへんてこな空飛ぶ本はアトリエに帰ります採取はお一人でどうぞそれでは あさっき言ったこと気にしてるの冗談だからちょっと待ってよプラフタープラフターってば <laughs> ソフィーいるかしらあエリーゼお姉ちゃんどうしたの前にソフィーが言っていた不思議な本を見にねそれは私のことでしょうかえっ本が浮いてはじめまして プラフタと申しますあ,あご丁寧にどうも私はエディーゼですそうじゃない本当に本が話してるわね言った通りでしょえ,えええとても驚いたわ こんなに慌てているエリーゼお姉ちゃん初めて見たよねねプラフタと言ったわねあなたに聞きたいことがあるんだけど何でしょうかプラフタって今どんな気持ちなのご質問の意図が分かりかねますがごめんなさい 言葉足らずだったわねプラフタあなたは人に読まれているときにどんな気持ちになるのかしら本の気持ちを知りたいの感情という観点から申し上げるなら素直に嬉しいと感じております書物にとって情報が読み手のお役に立てるということは 当然の喜びですからそうなのねよかったなんだか私まで嬉しくなっちゃう私のページが埋まっていくことにも心地よさを覚えます新たなページはきっと新たな読み手を誘ってくれることでしょうそうね人に読んでもらってこその本だものね じゃあ、私がしっかり読んであげるよええあなたには期待していますよソフィ二2人は仲良しなのねうんそれじゃ用も済んだし私はそろそろ帰るわプラフトも本が読みたくなったら私のお店に来てね エリーゼの店ですかエリーゼお姉ちゃんは本屋さんなんだよ本屋ですかそれはぜひ行きたいですねええいつでも歓迎するわそれじゃあまたね